ミッドランド航空博物館で保存されているアームストロングシドレーサファイアサファイアはアームストロングシドレーの単軸ターボジェットエンジン前身は第二次世界大戦中に軍主導で出発したメトロビック会にで担当メーカーがルテンするなど数奇な運命をたどり同級のロールスロイスエイボンと共に1950年代初頭からイギリスで量産されたアメリカ合衆国では ライト J65 として派生型が開発、量産された。民生転用は果たせずに終わったため、技術指摘評価に比して、一般的知名度は高くないが、その開発で得られた知見は、各方面に多大な影響を与えている。詳細は、メトロビック海2を参照連合国側発の軸流式、ターボジェットエンジンである、メトロポリタンイコールビッカース海2の開発は、 アラン・アーノルド・グリフィスら王立航空研究所の指導のもとに1940年頃から本格化したが安定性、耐久性等の技術的課題を克服できぬまま第二次世界大戦中には実用化未満の段階に止まった終戦直後の1946年国策でメトロポリタンイコールビッカースはガスタービン事業をアームストロングシドレーに売却し 静止水力 4000LBF のスペックで試験中だった、海2、4ベリルの拡大強化版、海9、メトロビックサファイアの開発は、アームストロングシドレーに引き継がれ a s s 1に再解明された。翌1947年になって、海2、4が、サンダースロー SRA1 作水上戦闘機に初搭載されたものの、SRA1 計画は、 失敗に終わり、2機のみで、キャンセルされたため、実機による開発が遅延する延因になった。さ、あ、一の開発は、大戦中イギリスが、フランク・ホイットル型の延伸式ターボジェットを先に、実用化し、成功作クロールス・ロイスに委員を得ていたこと、ドイツで先進的な軸流、ターボジェットエンジンを手掛けていた技術者たちを、路角物資と共に降伏後進駐した、アメリカ合衆国と、 ソビエト連邦が拉致同然に自国へ招兵したこと、さらにアトリー労働党政権が軍縮を推し進めたことで予想外に遅延した。さらに軍事省空軍はロールス・ロイスに絶大な信用を寄せ、サファイアとほぼ同一仕様でより新規な同社の英凡計画に注力したため、サファイアは英凡が失敗した場合の保険とみなされ、 度重なる技術趣味的な設計改変に苛まれた。しかし任意を成功させたスタンリー・フッカーラのチームをもってしても延伸式から軸流式への転換は困難を極め、1947年に初ヒーされたエーボンはサージング問題の解決に手間取り、搭載予定期は軒並みエーボンの供給開始を待つ状態に陥った。一方、高圧縮比で 初のアニュラー型燃焼器を有する斬新な差1は1948年に初ヒーレされたが、来の継続的技術指導があったとはいえ、メトロビックからアームストロングへのスタッフ交代で混乱し、発展型の差3が実用段階に達したのは、A ボン100系が量産開始した1950年以降にずれ込んだ。ンを持たして、ォーカーハンターや、 スーパーマリンスイフトに搭載されたエーボン100は、依然として、不安定さを払拭できず、機関砲発射時の昇炎で、フレームアウトする欠陥が露呈して、早々に飛行停止に追い込まれた。折しも、朝鮮戦争が勃発したことで、エーボンより、複雑ながら安定性の高いサファイアが脚光を浴び、線音速機に適した、大水力ターボジェットを持たない、カーチスライトが、 ライセンス供与を求めた。以降、カーチスライトが担当するアメリカ版の J65 とイギリス版のサファイアが互いに交流しつつ、並行開発されていく。さ a 3の量産モデルさ6は、米では J65W-6 として、カーチスライト及びゼネラルモーターズのビューイック部門が量産するため、ステンレス溶接構造のタービンディスクを 炭素鋼の看合に変更するなど、カーチスライトによって生産合理化が施された。サファイアは高効率で燃費が良く、航空性能にも優れていたため、エ A ボンの抜本的解説系に再次第の仲介で、ロールスロイスにも技術供用された。次期バージョン s 4は s 7として実用化され、アフターバーナー追加した s 7 r 等へと、 さらに発展したが、サファイアの創生産数は1万機を突破した J65 シリーズより少数に止まっている。しかし、A ボンの充実に加えて、ドイツのユンカース由来の技術を発展させた二軸式の P&WJ57 や全可変性翼式の GEJ79 が出現しより高性能を発揮したため、用途は広がらなかった。サファイは縮小版のバイパーを生したが、 アームストロングシドレーが同じ自動車、航空機エンジンメーカーのブリストル飛行機と合併して、ブリストルシドレーになって以降、ブリストル系で複軸式のオリンパスを優先することになり、さらに他社諸共国策でロールスロイスに統合されたため、それ以上の開発を見ることなく収束した。データの引用元、一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。